第一手もて、四章六節より十六節。これらのことを兄弟たちに教えるならば、あなたは信仰の言葉と、あなたが守ってきた良い教えの言葉とに養われて、キリストイエスの立派な法者になります。俗悪で愚にもつかない作り話は退けなさい。信人のために自分を鍛えなさい。 体の鍛錬も多少は役に立ちますが信心はこの世と来るべき世での命を約束するので全ての点で益となるからです。この言葉は真実でありそのまま受け入れるに値します。私たちが労苦し奮闘するのは全ての人特に信じる人々の救い主である生ける神に 希望を置いているからです。これらのことを命じ、教えなさい。あなたは年が若いということで誰からも軽んじられてはなりません。むしろ言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で信じる人々の模範となりなさい。私が行く時まで 聖書の朗読と進めと教えに専念しなさい。あなたのうちにある恵みのたまものを軽んじてはなりません。そのたまものは長老たちがあなたに手を置いた時予言によって与えられたものです。これらのことに努めなさい。それから離れてはなりません。そうすれば、 あなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。自分自身と教えとに気を配りなさい。以上のことをしっかりと守りなさい。そうすればあなたは自分自身とあなたの言葉を聞く人々と救うことになります。おはようございます。はい えー、こんにちはもありました、ねはい今日もテモテの手紙が続きます第1テモテ4章ですでタイトルは「生ける神に希望を」というふうにしましたでこの手紙はパウロからテモテ宛てのまあ個人的な書簡ですよね個人の手紙、えー、パウロの、えー、愛する弟子テモテテ,モテはエ,ペソエフェソ教会を 託された、まあ、牧師教師教と言っていいでしょうねまあ若いと言ってもねもうすでに経験を重ねつつ牧会の、まあ、教会の現場で、まあ、苦労している世代と言っていいんでしょうかその手も手を励まして教会を教えて導,導くことを、まあ、あのパウロは諭します。でこの4章は特に 何,何なさいいっていうありますね「作り話は避けなさい」えー「鍛えなさい」「命じなさい」「教えなさい」「模範となりなさい」「勤めなさい」「気を配りなさい」「守りなさいえ」こんなになさいなさいばっかりあの並びますとねまあ手も手頑張れよ。でも私にはちょっと。 あの関係ななないいと言いたくなってしまう、えー、なんかねありましたね「勉強しなさい、えー」言われてない方もいると思いますけど私は言われましたかね、えー、小学生の頃でしょうか帰ってね遊んでるとねお母さんがね「何いつまで遊んでんの勉強しなさい」「何かしなさい」って言われるとね「分かってるよ今やろうと思ったのに」っていうのが、まあ、口癖のようになっててあんまり あれしなさいこれしなさいっていうのは皆さんあんまり得意じゃないと思うんですけどね。でクリスチャンがまあ全員教師になるわけでも牧師になるのではありませんからなんかこのな「なさいなさいなさい」って言われるとここちょっと早めに飛ばして読んじゃおうかななんていうあの誘惑にも駆られる,られるんですがしかしですしかしです。 まあ手も手への教えなんですけれどもまあ信じる者信仰者のまあここにはね信心という言葉がありまして信心のポイントと言っていいものがあるのでだからこそ本当は手も手宛の個人の手紙なんだけれどもこの聖書の箇所として皆さんに読まれている大切な書簡であるわけですね。 私自身も信仰の初めの頃、まあ、あの聖書学院で学びだして、まあ、その時もですねもうあの専門的にこう聖書をね、えー、少し読み出してそして読んでそれをねまっすぐに理解しようというか理解しようとすればするほどなんだかこのなさいっていうのもあるしクリスチャンは こうじゃななけければいけないね教えられるとなんとなくそれが強くなって何々でなければねばならないというようなちょっと信仰の時がありましたでも現実には自分の、まあ、現実と照らし合わせるとねばならないって言われれば言われるほど自分で思えば思うほどギャップが大きくて自分にがっかりします。 でクリスチャンは「愛にあふれて清く正しくなければならない」なんて言われますとね正論なんですけれども自分じゃあこれ無理だな現実はひどいものであってなんだか理想論のようで、えー、それに立ち向かうと自分にがっかりしてしまう。ではもうしょうがないね諦めちゃうんでしょうかね。えー、そうではない この悲しい現実、自分に向き合えば向き合うほど現実があればあるこそ、そのために、まあ、イエス・キリストの救いがある、だ。今日のところでもね、生ける神に希望を置いているから、もうダメではなくてえ、がっかりで終わらずに、そうだと、もう一度言葉を受け止めて、自分を磨いて、まあ、聖書の教えに 耳を傾けて日々変えていただけるっていう自分を、まあ、信じるというんでしょうかね自分があると。まあ、ですのでこの4章の「何々なさい」っていうのは「何々でなければねばならない」ではなくてパウロが自分も経験したんです。私も私もがロークして奮闘するるののははそうできるのは 全ての人特に信じる人々の救い主である生ける神に希望を置いていてるかららなんですさらにこうすることによってそうすればあなたは自分自身とあなたの言葉を聞く人々と救うことになります。こうしなきゃいけないじゃなくてその少しずつできたことが救いへと自分とまた他の人々の えー、そして手もてに「あなたは信仰の言葉とあなたが守ってきた良い教えの言葉とに養われてキリストイエスの立派な奉仕者になります」。手もてに対してまあすごい励ましというか「ダメだねこうじゃなきゃいけないよいけないよいけないよ」じゃなくて「できるよ立派な奉仕者になりますよ」。 といいう,うにパウロは言っているんですね私たちも「クリシャンになりました」え「こうじゃなきゃいけませんよね」「こうしろ」ってありますから「こうしなさい」ってありますから「こうでなければならない」と自分を締め付ける歩みではなくて信じるものとして私たちはその恵みの歩みができるなぜならば。 生ける神に希望を置いているからだ。まあ、このことをね、今日は見ていきたいと思いますけれども、えー、まず6節のところに、信仰の言葉、そしてあなたが守ってきた良い教えの言葉とに養われるっていうポイントがあります。言葉、言葉、神の言葉に養われるという私たちがいます。それが信じるというクリスチャンの歩みですね。 もう勉強して神の言葉に通じて聖書に通じるということももちろん素晴らしいいいことですけれども信仰の言葉っていうのは何でしょうね日々生きた神の言葉に感動してそして生かされるという歩みそういうことでしょうか。 守ってきた良い教えの言葉っていうふうに聖書の箇所にありますけれども、守ってきた良い言葉、それは少しずつ蓄えて、そして言葉が右から左にずっと抜けていくのではなくて、心に落として納得した神の言葉があります。言葉なんですね。正直な言葉です。神からの信仰の言葉、 これはその反対はっていうと7節に「俗悪で愚にもつ,くつかない作り話」まあ、人間が作り出す言葉っていうんでしょうかでもそれは人間というよりもまるで悪魔からの教えのように特に特徴としては興味本位なんですそしてそれは結局は作り話だこれを退けなさい。 「こうしなさいの」の第1弾はこういう作り話を退けなさいと言っていますね今の時代本当にそうかもしれないすごいいろいろな言葉があふれています情報型情報があふれていて特に何だか作り話も多いようですで信仰の世界でも同じです興味本位でそんな作り話というのが多いです で特に私たちねどうしてもあの興味を引くっていうかセンセーショナルな言葉っていうのは興味を引いちゃうんで逆に言えば今の時にはなんだか「え本、ー、当?」っていうような言葉に対してはセンセーショナルな言葉はまずは疑うこと、えー、そしてまあ場合によっては退けるということまあいいでしょうって 聞き流すのではなくてこれは聞かないというそんな態度が必要かもしれないですねだから知りづけますっていうのは、えー、すごいですねそしてその次に新人のために自分を鍛えなさいとありますあ鍛えるんですかね、えー、得意な方もいると思いますけれどもね、えー、鍛えるぞーって <laughs> えーでもまああのこ新人のために自分を鍛えるって言うと何でしょうかね 何でしょう修行を積むんでしょうかね自分を鍛えてね、えー、霊的な高みに到達するようにしなければならないそれが信じることだ信心だって言われたらこれは大変ですねでもそうではないようです。まあ信仰的なそういう苦行とか修行っていうような意味合いではないですね。で確かにね あの修行というか訓練って必要なんですけれども、えー、例えばですね、えー、私たちの筋肉ですねこれ日々動かないと、えー、すんごく衰えますね簡単にね人は歩くこともすぐに困難になりますち、えー、ちょっっと風邪ひいててでも熱出ちゃってね数日寝込みますそうするとあっという間に体重が減りながらそして筋力が衰えちゃって であれれれああっていう感じあの病気で入院された経験のある方も多いと思いますけれどももうすぐにね、えー、入院して治療が始まって治療がこう進んでいくともうベッドから起きて降りて歩きなさいトイレに自分で行くことそして今度はね通路を あのー、天敵のあれをぶる下げながら行ったり来たり行ったり来たり歩きなさい本当に不思議なほどに数日でも寝込むと体力筋力筋は衰えますそれでも病室からほんの少しでももう本当に一歩ずつ二歩ずつ十歩ずつ百歩歩けた端から端まで歩けた少しずつ歩く力が戻ってきます。 で体の鍛錬も多少は役に立ち、多少どころじゃない、役に立ちますよね。ましてや、信人は、この世と来たるべき世の命を約束するので、すべての点で益となると書いてありますね。真人。信、まあ、人っていうと、なんかちょっとね、違和感、さっきのあの、修行みたいなイメージがあって違和感あるんですけれどもね、これは、あの、 言葉の意味としては神を恐れる心での歩みまあ敬けな生活とかねうん神様と共に歩む歩み。 なんですねこういう歩みこれを新人というのでだから病院のベッドから通路に一歩ずつ出ながら少しずつ朝に夕に歩いてほんの少し行ったり来たりする訓練でも積み重ねると筋力が筋肉が戻ります。日々のの歩みを取り戻すのですねでさらにこの手元に伝えた「鍛えなさい」っていう言葉これは「 その廊下を歩くだけじゃないですすねね鍛えるんで,す、ね、で他の役仕方と訓練訓練しなさいっていうまあ立派な放射に必要な訓練っていうのがありますというんですね、まあ、病院の通路を歩くだけじゃなくて鍛えるっていうことこれここに使われているギリシャ語の言葉は、えー、義務な像っていう動詞が使われているんですが義務な像 ジムナスティックじゃない英語のあれの語源になる言葉ですね体操をするとか運動するとか体を鍛えて訓練するというような意味合いの言葉でその元になるこのギムナゾーのもとにはグムノスって言ってね裸になってまあ鍛えるというかちょうどあのオリンピックの競技とか武道っていうかね体を鍛えるって言った時に 裸になってそう鍛えるというのはあのイメージでしょうかね、えー、ちゃんと体操のするためにはね服を着替えますけれどもそんな古代だったらば本当にまとっている余計なものを脱いで鍛える英語のジムナスティックジムの語源ですからねやっぱり鍛えるんですロ、えーク歩くだけじゃないですねちょっと鍛えますよそしてそれはロークであ 頑張らないと奮闘であっっててそれによって鍛える、まあ、弱い時には病室のベッドから立ち上がり通路に出てゆっくり歩いてさらにリハビリルームで訓練で、まあ、筋力アップして立ち上がって歩く力を得ますけどもさらに鍛え訓練できる。 それがでできたらいいですねそれが私たちクリスチャンにも通,用通じる言葉です。そして奉仕者教師である、まあ、牧師である手もテです。その手も手にさらに具体的にリストアップするのが11節から14節のところです。で11節これらのことを明示教えなさい!」手も手にパウロが言ったんですね若い教師がね。 命じて教えろとそれをしたらねなんかどうでしょうかね年上の方はね何を若い者が言ってるんだろうねえちょっと上から語るんだったらば手もて嫌われちゃいますけれどもしかしそこにここには言葉行動愛信仰純潔の点で「 信じる人々の模範であるなら、まず自分自身のことを鍛えて、整えて、言葉が、行動が、そして愛が、信仰が、純潔がと。ええ、まあ、それが模範となれるんであれば、年齢に関係なく神の言葉を伝えることが、 できます年齢に関係ないです「明治教えなさい」「信じる人々の模範となりなさい」まあ、これはまたこの「教えるもの手持てにとってそのじ自分自身の恵みとなる」ねえふだだらしなく生きながらねえー、それで教えられるよりもね一生懸命ね生きている。 良、えー、い緊張の中で模範となれるようにって若い牧師が意識して歩んでいるんだったらばその「語る言葉」を信頼することができるでしょうしね「語る言葉」が確かになります。十、え、三、ー、節のところでは「これに専念しなさい」という項目が具体的な項目が挙げられています。これねちょっとと注目したいと思うんですが えー、何に専念するか聖書の朗読というのと進め聖書の進めですねそして聖書の教えというふうに3つ掲げられていますこれらに専念しなさいというんですねでこれは教会の姿です。キリスト教会が大切にする礼拝今私たちがするこの礼拝 そして信仰の生活です。で以前、まあ、これは反省かもしれないんですが私自身は音楽を専門にしていたのでやはりね教会音楽が盛んになることがあいいなそして礼拝がどっちかいうとなんだかお説教ばっかりのような、あのー、感じも なくはなかったので、praise a n d worship っていうようなね、こう、ムーブメントがありました。もっと礼拝音楽を豊かにしてっていう、まあ、それが重要だっていうふうにな時、まあ、私もまあ音楽を専門でしたから、音楽としての賛美、これを大切にしてみんなでさあ、賛美しようって、まあ、啓蒙してきたと思います。で まあ、説教中心だけじゃなくてこれも大切なんだけれどもそれだけじゃなくてという礼拝スタイルですね賛美が重要ですよ賛美が重要場合によっては場合によっては賛美だけでも礼拝できるじゃないですか賛美には聖書の朗読も勧めも教えも含まれてますとまでまあ言ってしまったことがあります。間違ってはいないなんだけれどもどうももう そううなんだろうかここでもここに書いてあることを読むとね「聖書の朗読と勧めと教え」「Through the public reading of scripture」ってねあの自分だけでぼちょぼちょぼちょって読むんじゃない本当に音読じゃないけれども聖書の言葉をしっかりと言葉にしてそしてプリーチング勧めてそしてティーチングそれを解き明かして教えるっていうことが 教会だだ礼拝なんだとても重要な要素なんです。で賛美ももちろん重要だけれどもやはりここにかなりのことを私たちは大切にすべきことがある。で特に聖書の朗読、えー、今ちょっと音読っていう言葉を使いましたけれども言葉に出して口に出して聖書を読むっていうことも大切なんじゃないかなっていうことを非常に思っています。 でまあ賛美もそうですけれども聖クっていうのもねあの賛美でもスクリプチャーソングで聖句を歌う歌っていうのがありますがそういうものも含めて大切にしたいな、えー、実は私の今お話してる説教のスタイルもなんだかね 聖書の箇所いっぱい繰り返しながら先生話してんじゃないですかってもう少しあのうんでしょうか <laughs> テーマごとになんていうあの希望があるかもしれないですがバランスを取りたいんですねそしてやはり聖書の言葉をこの言葉にして音にしてお伝えして分かち合うっていうことはとても大切だと考えていますので今こんなスタイルとしています。でもう一つ14節 あなたの内にある恵みの賜物を軽んじてはなりませんえ、でも手が与えられてる賜物があるからそれ大切にしましょう恵みの賜物賜物もそれを誇って偉そうにしたらば皆さんに嫌われますけれどもでも与えられたその自分の賜物これを用いる使うっていうことは必要なこと それを軽んじてはいけなくて、中にしまっちゃうんじゃなくて、それを使えますように活用させていただく。15節、これらのことに努めなさい。やはり鍛えて訓練されるっていうのが良いことなんですね。それでは最後です。15節、そこから離れてはなりません。 英語だったらばあなた自身を完全にそのことに捧げなさいというような意味合いでしょうかね全力を尽くしなさい離れ,離れてはなりませんというのはしっかりとねそれをやりなさいっていう何だかまた頑張れ頑張れと促されているようですけれどもでも「離れてはなりません」っていう日本語もいいですねこれねそこにつながっているっていうことなんです。でまさにあの、 ヨハネの15章の一節15章のところにね「えー、私はまことのブドウの木イエス様はブドウの木です」そして私たちがそこにつながること「私につながっていなさい私もあな,あなた方につながっている」というつながり。 五節の、ヨハネの十五章五節では私を離れてはあなた方もは何もできないからです。だからつながっているんです。離れないんです。離れなければ、そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになると、この手も手の書にもあります。自分で頑張って勉強して実績を上げて他の人々の評価、 それを期待するんじゃなくてあなたの進歩はこうしていると離れないでいると全ての人々に明らかになるそこから離れないっていうことは16節では自分自身と教えとに気を配りしっかりと守りということができますよっていうことです。無理やり 自分の努力で自分で頑張って頑張って頑張ってできるっていうことではなくてということ。これを私たちは知っています。今知ります。私たちがロークして奮闘してできるのではなくて、すべての人、特に信じる人々の救い主である生ける神に希望を置いているからです。だから、 そうすればあなたは自分自身とあなたの言葉を聞く人々と救うことになります。自分の利益ということではなくて自分のの救救いい聞く人々の救いになります、えー、私自身の話をまたちょっとしますけどもね牧師の道を歩み始めた時。えー まあ、一般の音楽業界の方でね私と家内を理解して助けてくださる方がいらっしゃいましたとても力のある方でしたけれどもね、えー、まあ彼自身も社会に貢献すること慈善、えー、活動などっていうのもとても推し進める、えー、リードするような立場の方でしたで私が牧師になった時ね私の知人の,あのほとんどの 人たちがねなんで牧師なんかなるんだよっていうニュアンスで私に聞くんですね。なななんんで牧師なんかになったのまあ珍しそうにというかちょっと馬鹿にされているかのようにこう質問されるんですねでも、えー、先ほど言った方はね理解してくださる方は「えー、牧師っていうのは人の助けをするんだろう?」 そして今賛美歌歌ってるけどそれはみんなのために歌ってるんだろう、えーまあ、良い仕事だと理解してくださって応援してくださるんですねですのであの家内の知恵子と、まあ、賛美歌コンサートリサイタルのようにね一般のホールでも開きたいかなって言った時にはまず協力してくれましたその開くこと開催を助けてくださいまして えー、当日にはねコンサートの当日には舞台の袖まままで来て、えー、くださってててくくだだささっっ励したことを覚えています私たちといえば家内と2人のミニストリーで、まあ、団体に所属するんではないし、えー、そして特にその時していたのは、えー、地方の教会をのチャペルコンサートずーっとこう回って歩く巡回するような私たちも働きそれも とても尊重してくださいましたまあありがたいことだなと思いますけれどもでも私たちがしていたそれはま慈、あ、善活動とも違ってそれこそ人々の救いと自分自身の救い自分自身のためでもあったと言えると思いますまあ、神からいただく二重の恵みをいただきながらまたその人にも理解していただけたんで三重の恵みだったでしょうかね 主の働き信じて歩む信仰の歩みというのはまあ平坦ではなくてロークもありますしかし救い主である生ける神に希望を置いて歩むなら神の助けはありますロ苦クは人々の救いを助け自分を助けます私たちは信心のために、まあ、自分を 鍛えます。訓練します。日々、主と共に歩みます。離れずに歩みます。主の祝福がありますように。God bless you。祈りましょう。天の父なる神様、今日もこのリビングでオンラインでもつながって捧げる礼拝を感謝します。ハワイだけでなく、同じ時間に礼拝を捧げる皆さんを祝福します。また、 YouTube やラジオの配信を通し礼拝を共有される皆さんにも主の祝福がありますように今月も通村協会がリモートでつながり一緒に礼拝できますできています、えー、先週は3名が正式にメンバーに加えられたことを聞きました本当に主の皆を褒めたたえます 私たちは通村とつながり、日本とつながり、また日本へ旅行中であっても共に礼拝を捧げ、今、奉仕までしてくださる姉妹がいます。牧師のいない教会、小さな家の教会はたくさんあります。手も手のような教師がいない。礼拝の場所が限られる。 多くの困難や労苦がある。それがあっても、そこに信じる人々の救い主である、生ける神に希望を置いている胸が、群れがあるならば、そんな群れがたくさんあります。どうか信仰の言葉、真実の言葉、それをもって、小さくても互いに、 互いの関係で救われ救い合うことができるそんな教会となりますようにどうか主よ神の言葉に集中することができますように上手に自分を鍛えてまた互いに鍛え合うことができるようにもしてくださいすべてを感謝して主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。 Amen.